きっとゴーストタイプのポケモンがいるはずだから撮影だよ。それは心霊写真というものですか？あ、てか普通にあっこ目的地書いとるやんねマップの方に。こっちから行けばいいんや。ほらほら来た。あっこがエーテル財団のとこってこと？なんか人が。うちはみんなの島巡りを応援する試練サポーター。まあ応援言うてもうちは実力を試す係でな。まずは15番水路のトレーナーをみんな倒してきてや。あ、そういえばそんなことを言っていたな。で、ここが多分エーテルハウス。ポケモンと人寄り添う形。形？こっちの方とかはいけんねやね。はい、え、何あれ？ポケモンがおるんやねん。あ、ハウまで来た。おー、アイナ、エーテルハウスだね。だね。知らないやつだ。なになに、不審者扱い？ポケモン勝負ね。なに、いきなり？焦られ姉ちゃんの留守を守る。マジか。なんかちっちゃい挑戦者たちが。エンジェのはじめが勝負を仕掛けてきた。あれ、もう一人の女の子は？一人ずつ？お、エレキッドを振り出した。いいな、いいな、エレキッド。おし。私多分地面タイプとか持ってなかった。ああ、一応イワンコとかトリレプスが。いやーでもカビゴンのままでいっか。はい、それじゃあ。おし、行くよ。本気を出す攻撃。かっこいい。特殊に強くなった。よし、行くよ、カビゴン。起きて、起きて。カビゴンは Z パワーを体にまとった。カビゴンが解き放す全力の Z 技。キラーン。よし。本気を出す攻撃。てか、思うんやけど、これ建物の中やろ？そんなに走る距離ないよね。いけい。すべてを滅ぼしそうな攻撃やけど。おっしゃー。血も涙もない感じ。子供相手に。こいつ、こいつ、ごめんね。大人げなくってごめんね。子供にしては頑張ったよ、僕。頑張った。何の技も出してないけどね。勝ったのに噛まれてるんだけど。あ、そっちはそっちで戦いよったんや。キュー。ただいま。あ、この子か、アセロラって。そうか、そうか。おー、もう仲良くなってる。あのね、買い出しも終わったから。お帰り。痛いほど仲いいのか。あれ？リリエは？リリエちゃん、ハプーちゃんと一緒。そのうち来るんだって。ハプーもさ、どこかしらのキャプテンじゃないかなって思うんやけど違うんかな。それまで試練しちゃえば？そう、アセロラキャプテンなの。だろうなとは思ってたよ。ハウなんかすげえびっくりしとったけど。次はアセロラの試練。まずはお外へレッツロー。てか試練しちゃえばとかそんな軽いノリ。エーテルハウスではね、ポケモンと暮らしてるの。それであそこに、あっこ受付じゃないの？エーテル財団が面倒見てるって。ほら、なんか、あっこの一番奥におるあのポケモンがすげえ気になるんだけど入れないの。アセルラの試練は、跡地で行うの。エーテルハウスの前で待ってて。アセルラ案内してあげるから。跡地っていうのは？あの、カプの村にあったとこかな。何をするのです。やめてください。おー、なんか絡まれてるよ。だってよ、お前のバッグ動いたじゃん。何入ってるか気になるじゃん。珍しいポケモンなら奪ってお小遣い稼ぎしたいしよう。珍しくないポケモンでもちょいお小遣い稼ぎしたいしよう。最悪やん。アイナさん。これ、女の子を守るトレーナーというパターンだな。そんなかっこいいまでさせるか。私も女の子なんやけどね。女の子が女の子を守る。まあ、まあいいだろう。さあ来いよ。スカルダンの下っ端が勝負を仕掛けてきた。お、一匹だけやね。スリープ。あ、でも結構いいポケモン持っとるね。え、てか君、君、前も戦ったよね。
スリープ持ってる人と普通に戦ってよ、私前。お、カビゴのギガインパクトを読み取った。しかしだ。しかしだよ。ジェットパワー技は避けれないだろう。さあ、行くよ。ギガインパクトからの派生技ではあるけれども。カビゴンが解き放す全力の Z 技。さあ、行け、本気を出す攻撃。避けてみなさい。ほら、避けれない。相手のスリープは倒れた。やったね、あっという間やん。お、アシレーヌがレベル45に上がった。やったね。スカルダムの下っ端との勝負に勝った。なんだよ、この結果は。これが実力の差です。愛しのスリープを見たら、満足しちゃったじゃん。アバよ。何それ。スリープとかいつでも眺めてないよ。自分のポケモンでしょ。ああ、アユラさん、ありがとうございます。トレーナー気分を味わいたくて歩いていたんです。ハプーさんと別れして。そうしたら星雲ちゃんがバッから出ようとしちゃって。ほら、あなたもアユナさんにお礼を。ピュー。めっちゃ動きよる。私からはこちらを。島巡りに役立てば嬉しいんですが。なになに？アユナはゴージャスボールをおこてに入れた。おー、やったね。買い出しで見つけてつい。え、でもこれって結構なんかいいやつなんじゃないん？あ、リリエちゃん。あれ？なんだかくたびれてる？エーテルハウスで休むといいよ。はい、アセララさん。言葉に甘えますね。待って待って、置いてかないで。アユナ、アセララの試練はカプの村から行くんだよ。ついてきて。オッケー。いやー、アセララ超かわいいわ。次の試練の場所はなんか怖そうなとこにあるろ。怖そうなとこマジで？普通の場所でありますように。あ、なんか雨降ってきた。さっきから降りよったっけ。あ、おったおった。14番道路を進めば試練の場所跡地はすぐだよ。14番道路ん、なんか声が聞こえたような気が。ここが14番道路ね。ん、これは水だよね。あ、そういえば前にここ来たわ。来たけどなんかね、通してもらえんかったんよね。はい、階段を登ればアセララの試練です。なるほど、私が早とちりして先にこっちに来てしまったけんいけんかったってだけやね。こちらの跡地は試練の場所。聞いております。頑張ってください。ありがとう。今度こそ行かせてもらうよ。あゆな、いよいよだよ。ではどんな試練か説明しちゃいます。跡地にはゴーストタイプのポケモンがたくさんいるんだ。アセララの試練はね、ここの主ポケモンをポケファインダーで撮影することです。お、なんか一番最初のやつと一緒？主ポケモンは隠れるのといたずらが好きなポケモンなの。他のゴーストタイプのポケモンの写真を撮っていれば、自分もって出てくるよ、きっと。だからおかしなことが起きたらあたりを調べてみて。きっとゴーストタイプのポケモンがいるはずだから撮影だよ。それは心霊写真というものですか。ポケファインダー借りるね。へへ。ロトムもゴーストタイプのポケモンだもんね。マジで？ロトムゴーストタイプなの？ここをこうしてっと。試練の撮影モードを使えるようにしたよ。跡地にいる間は専用モードだからよろしくね。路地に入ればアセロラの試練始め。だからね、路地じゃねえ、跡地だ。ポケモンも捕まえられないし、リタイアしないと出られないからバッチリ準備しないとね。準備はバッチリです。試練に挑戦だろと。怖いけど頑張ろ。ここ、跡地ってスーパー？試練開始。なんかこういうとこ見よったらさ、何？あれ思い出すよね。妖怪ウォッチ。ベルトコンベヤーがなぜだか動き出した。スーパー店長に追いかけられたのはすごく思い出すよ。ちょ、待って、とりあえず、ここにポケモンがいるんだな。ベルトコンベヤーなぜだか動いている。ポケファインダーを起動しますか。ほい。その特別モードっていうのは何？幽霊が映るモードってことですか？ん？何もいないけど？映したら出てくるって、あ、おったおったおった。今笑ってた、かわいい。ポケモンに気づかれてしまった。
気づかれたらダメなの？いや、多分これ試練だから普通に3、4匹ぐらいポケモン戦うことになるんやろ、結局。おし、行くよ。さあ、ここで舌で舐める。あ、寝るなよ。寝るなよ。おっしゃ、一発。お、なに、ピカチュウが走ってったんだけど。え、今ピカチュウ走っていきましたよね。ショッピングカートが一人でに動き出した。え、さっきの私の見間違いじゃないよね。何事？ショッピングカートが一人でに動いている。ポケファインダーを起動しますか。起動します。お、ゴースト、ゴースト。動きすぎ。はっ。とりあえず収まってれば大丈夫だろ。ポケモンに気づかれてしまった。ってことは次はゲンガーかなー。さあ来いよ。いや、かわいいね、ゴースト。私もう交換しちゃったからなぁ。よし、舌で舐めてやろうじゃないの。まあ、舐めてやろうって舐めるのはカビゴンだけどね。あ、向こうにも。あ、よかった。向こうからは効果ないよね。そうそう、カビゴンノーマルタイプだわ。おっしゃ、効果抜群。やっぱほら、いろんなタイプの技を覚えるって大事よ。ウィンディがレベル42。ほら、ピカチュウ走り寄るってさっきからなんか。あのピカチュウにはきっと何か謎があるはず。てか、誰のピカチュウ誰のピカチュウあれ。野生？違うよね。お、ピカチュウのぬいぐるみが。もう片方はマリル？ぬいぐるみが勝手に動き出した。きっとゲンガーがいるんでしょ。ぬいぐるみが勝手に動いている。ポケファインダーを起動しますか。ほい。いいな、あのぬいぐるみ欲しい。さあ、どこよ。お、ん？またゴース？ゲンガーじゃないの？そこゲンガーじゃないの？え、ちょ、早く。早くちょっと視界に入ってくれるかな。いらっしゃらないんだけど。え、さっきなんかチラッと出てきたよね。チラッと映ってたよね。あ、ゲンガーだ。歩いてる。空中歩いてる。いいな、ゲンガー欲しかった。ポケモンに気づかれてしまった。でも多分ここに来ればゴーストタイプのポケモン捕まえれるんや。ってことは多分ゲンガーも捕まえれるはず。てけん、試練終わったらここ来て捕まえとこーっと。ねえ、ゴーストまで進化させておらんくなってしまったけど、Z パワーじゃねえわ。ノーマルタイプ効かないって。けど多分ここだったら、もう進化したゲンガーというものがおるはずやけん。あ、くそ、一発じゃいかんかったか。まあでも基本的に向こうの攻撃は当たらんやろ。イエーイ。圧倒的にこっちが有利。おし。あっという間やね。お、イワンコがレベル43。やったね。あ、ピカチュウがあっちに行った。追いかけるよ。何もしていないのにドアの鍵が開いた。開けてくれた。お邪魔しまーす。え？どこからか視線を感じる。ていうかこんな狭いとこだったの？嫌なんだけど。ポケファインダーが勝手に起動した。うわー、なんか不気味。ピカチュウや。これはピカチュウの尻尾。あ、なんかピカチュウだらけ。え？あれ？サトシじゃね？あー、いいね、いいね。うわぁ、びっくりした。これポケモン、え、ピカチュウじゃない。お？見た？え？人の言葉を喋った。見ましたけど。主のミミッキが勝負を仕掛けてきた。この子主、かわいい。主のミミッキはオーラをまとい能力が上がった。え、てかさ、さっきまでもっと普通にピカチュウじゃなかった？なんか急激にボロボロのピカチュウになったんだけど。どういうこと？しかもなんか、意外にでかい。この子もゴーストタイプってことよね、きっと。ミミッキュの化けの皮？
え、化けの皮が剥がれた。誰を呼ぶの？うわ、ゴーストが来た。あ、でも一応効果抜群。あ、いや、違う、ゴースト相手か。え、ミミッキューには効かないの？モノマネをした。舌で舐める覚えたとかじゃないよね。いや、別に覚えられたところでこっちには効かないんだけどね。あ、普通に当たった。効果抜群。効果抜群なのにあれだけしか効かないってどういうことだよ。もう頑張ってもらうしか。いや、ちょっと他のタイプのポケモンに変えて、ノーマルタイプだったら多分当たらないから、他のタイプのポケモンに変えて Z 技でやっつけてしまおうか。じゃあちょっとここで、アシレーヌさん行きますか。いや、ピカチュウで行こっか。なんかピカチュウに似たポケモンやし。入れ替える。さあ行くよー。主のミミッキのじゃれつく。あれ、なんかだいぶでかい。あ、やべえ、ピカチュウ。ピカチュウがやべえ。とりあえず回復しとくか。いい傷薬。いい傷薬で大丈夫？大丈夫か。すごい傷薬の方が良かったかな。とりあえずこれで。あ、もうじゃれつかないで。あ、よかったよかった。あれ、ナイトヘッドってさ、寝よるときしか効かんくなかった。気のせいかな。ほい、それじゃあこれで、ジェットパワーいきます。必殺のピカチュウとミミッキュに。あー、じゃれつかないでよ。はぁ、なんてこと、必殺のピカチュウと。くそー。よし。アシレーヌで行こうじゃないか。いっけー、アシレーヌ。よし、そして、Z パワー。わだつみのシンフォニア。ゴーストにしてしまったやん。ああ、選び直したい。え、てか、レベルの割に強いな、ミミッキュ。ね。ああ、これミミッキュに向けてやりたかった。だって、ゴーストなんか別にさ、カビゴンの舌で舐めるで多分一発ぐらいでやっつけれるやろ、こんなん当てんでも。選択ミス。これが全体攻撃なら全然文句ないんやけどね。ありがとう、アシレーヌ。急所に当たった。いや、急所に当たったはいいんだけど。ミミッキュよ。さあ、どうする？歌方のアリア行くか。あ、すごい考えよる。え、なに？歌方のアリアって、味方にも効くの？あ、やべえ。アシレーヌ歌方のアリア。頑張ってくれ。あ、全然いけたわ。カフィゴンより全然強かったわ。ありがとう。トリレプスがレベル38に上がった。やったね。イエーイ。かわいいかわいい。主のミミッキとの勝負に勝った。お、ミミッキはどこかに姿を消した。ポケファインダーに写真が1枚増えている。写真にはぼんやりとミミッキュが写っている。ぼんやりと。どんな写真を見せろよ。私も見たいんだけど。クリアしたよ。お帰りやいな。早速写真確認ね。どれどれ？お、見せてくれる？うん、ミミッキュだ。あの子うまく撮影するの難しいのにすごい。では。なになに？くれた？ゴーストタイプのってことかな、これ。ジェットリング。試練達成。やったね。さあ、これで。アイナはゴーストタイプのジェットクリスタル。ゴーストジェットを手に入れた。ゴーストのジェットパワーを使うならこんなポーズを決めちゃってね。何それ。アセルラの試練を達成したアイナな。ポケモンを捕まえても OK です。はい、どうぞ。ありがとう。アイナはダークボールを10個手に入れた。ダークボールはゴースト系のってこと？ゴーストタイプのポケモンが仲間にいるといいよ。ありがとうね。
何、どうした？え？ポケファインダーが勝手に起動したって？もうアイナってば、私を驚かせようとして。でもバレバレだって、跡地の奥に部屋なんてないんだよ。跡地の奥に部屋がない？え、どういうこと？あれ、なんだか冷えてきた？って、そんなわけないか。跡地の奥に部屋がない？うわ、ね、今動いたよ、後ろ。ミミッキーでしょ、今の。試練達成、エーテルハウスに戻ろ。今のものすごい気になるんですけど。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。